穏やかな笑顔の人形。名前は藤山美穂子さん。戦前アメリカから友好の証として贈られた青い目の人形のお礼としてアメリカに渡り、今回89年ぶりに日本に里帰りしました。2月21日、東麗人形藤山美穂子里帰り展のオープニングセレモニーが静岡市内で開催されました。この里帰りを皆様と共にことほぎまして、太平洋を隔てたアメリカの友人、アメリカの子どもたち、将来を担う我々のまた子どもたち、静岡県民がですね、日米友好の礎をこれからさらに固めていくと、そういう日にしたいものでございます。オープニングセレモニーでは、在名古屋米国領事館のスティーブン・コバチーチ首席領事がケネディ駐日米国大使からのメッセージを読み上げ、友好の証として新たな西洋人形が川勝知事に贈呈されました。ただいま。その後、関係者によるテープカットが行われ、里帰り店がオープンしました。会場には藤山美穂子さんのほかに、県内に残る青い目の人形も展示され、訪れた人たちは人形を通じた日米友好の歴史に思いを巡らせていました。